改めましてこんばんは。2016年1月29日神アドってなんでしょう。イエーイ2回もやった。はい、ということでね、こんばんもショールームのスタジオからお送りしていきます。それではまず自己紹介から。ミカ。はい、ミカチンワールド全開中。ありがとう、あなたのハートにアクセスしちゃいます。一ノ瀬ミカ15歳です。ミカチー、ミカチー、なんか笑ってたの。イエーイ、笑われた。コメントを読んでしまった。あー、こっちらコメントすんなよ。ありがとうね。はい、じゃあ次はナピ。はい、ラッキーハッピーナピー。負けず嫌いでおとぼけの17歳石内奈穂です。ナッピーって呼んでください。せーの、ナピー。ありがとう。次はメイ。はい、みんなのドキドキにシュートします。メイリンこと橋間メイ17歳です。メイリンって呼んでください。せーの、メイリン。今日も頑張るぜ。最後ミキ。はい、ミキ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 君に夢中、あなたも私に夢中になーれ。みんなこと橋間ミキ19歳です。みんなって呼んでください。せーの、みんな。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、あのですね、ちょっと笑ってしまったので理由がありまして、はい、はい、コメント欄で、うん、ナッピー太ったって来てて、ね、それさ、前回もいじられたの。太った、ね、それ前回もいじられたの。そう、でね、そう、実は今日なんかその本番前楽屋で、うん、ナッピーがサラダ食べてて、ね、あのナッピーが野菜嫌いのナッピーが、そう、野菜嫌いのナッピーが野菜を食べてて、うん、どうしたのって私が聞いたらダイエットそれでこのコメント来たからマジちょっと耐えられなくなっちゃって。頑張ってるからみんな言わないでよ。みんな頑張ってるの今。今日に限っては割とちょっと後ろめに言いそうてるから。そうそうそう、後ろめですよ。そうなの、端2人がちょっとね前出ててね。そうそうそう、でもなんか最近ね、小顔のミニャね、うん、はい、よくね雪見大福って言われるようになって。誰にだよ。白いからね、白いからね、白くてなんかもう顔だけルブみたいな言われてる。分かる。それもうほんとカチンってきたから。カチン、頑張るから。痩せよう、痩せよう。次のショールームまでにはちょっと太ったって言われないように頑張るね。確かに来週も言われたらもうちょっとあれだよね。そう、もう終わりだ、終わりだ。ナッピーがどんどん太っていく一方なので。やだ、ヒナップキャラはダメだから、ね、はい、はい、ということで今日ヒナップいないのでちょっと似顔絵を描いてみました。おっ、はい、じゃあ見えるかな。見える。メイリン作ヒナプーでーす。イエーイ。なんかちっちゃい動物がいるぞ。あ、これは私たち。夢はこの世界の姫様。私のヒナプーになってきて、はい、今日はちょっとヒナプーにはここにね、ちょっとヒナプー置いとこうかなと思います。かわいそうなんで。そうだね、はい、ヒナプーの分も頑張ります。頑張ります。頑張るぞい。はい、ということで本日はこのメンバーでお送りしていきます。はい、はい、じゃあまず最初にですね、これまでのあらすじということで、前回の放送から今日までの神宿にあったことを振り返っていこうかなと思います。はい、はいはい、この2週間ライブの本数は少なかったんですけれども、 その間にはね、でも神宿いろいろ動きがありましたので、お、じゃあまずね、このあらすじの中から、じゃじゃん。お、これまでのあらすじなぜ声変える。じゃあまず1個目ね、ミス ID 2016、イエーイ。はい、これはですね、あの神宿のね、赤色担当一ノ瀬美香ちゃんが、はい、ミス ID のね2016に選ばれたということで、それのお披露目にね、そう、そうそうそうなんです、美香ちゃん。どうでした。そう、あのね、そう、あのね、この日すごい緊張してて、はいはいはい、グランプリ発表がまだだったから、うん、まだだったからすごい緊張してたんだけど、うんうんうん、なんかメイリンとナッピーが急遽駆けつけてきてくれて、2階席からすごい声やってあのね、なんかミカがなんかコメント言うところで2人で思いっきり大きな声で、うんうん、ミカっち、いや、ミカだ、ミカだった、ミカだった、ミカだよ何やってんの、ミカって叫んだんですよ。ガンムシですよ。もうすっごい恥ずかしかったよね。うん、全然気づいてなくて、あ、緊張してるんだと思って、うん、でもすっごい頑張ってたなと思った。いやー、頑張ったよ。まあね、その、うん、私が、まあ、グランプリにはなれなかったんですけど、うん、まあ、ならなくてよかったなっていう部分もあるし、あとはやっぱ、2016にはとりあえずなったから、もうこれで神宿の復旧活動できたらいいなって思ってます。あのね、ミカのね、その時のブログをね、ぜひともみんなにね、ちょっと読んでもらいたいかなって感じですね。みんな、あの、まだ読んでないって方もね、ぜひね、見てね、ちょっと
チェックしてください。タイトルはミスアイディ2016です。はい、めっちゃ感動したもん。公式ホームページから見れます。はい、じゃあ次メグロ FM。 はい、これはあの私ですね。はい、私初めてのあのメグロ FM でのアシスタントを務めさせていただきまして、あの安田大サーカスのクロちゃんと一緒にちょっとね、クロちゃんです、クロちゃんです、みーちゃんです、なんかちょっと違うよ、ちょっと。いや、ね、はい、ちょっとね、その初めてのアシスタントでめっちゃ緊張してたんですけどね、その時ね、実はミカが応援しに来てくれて、そう、神宿ってなんか結構ね、応援しに来てくれるからね、現場まで行っちゃう、そう、現場まで来ちゃうから、ほんとなんかね、楽しかった、楽しかったし、お菓子が美味しかった、いやいやいや、何やってんのよ、ちょっと楽屋のお菓子ね、品揃え良かったね、そう、本当にね、なんかね、最初はやっぱちょっと緊張してるかなって思う、そう、めっちゃ緊張してた、最初なんだけど、なんかどん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 乗ってって、なんかすごい噛み合いがいいんだよね、クロちゃんさんと、なんかね、クロちゃんね、すごいね、優しくて安心するなんかね、やりやすかったんですよ。あれで見たよ、ニコ生見た、うん、見てたの、そうなの、見てた、ラブホテル初耳なんだけど、今見たいのあったけど、ちゃんと見たいのあったけどって、どうせパスポさんでしょ、ショールームやってたけど、ちゃんと名誉を見た、うわ、なんで直接言われたの、いや、あの内緒にしてた、あ、なるほど、そう、なんなんだよ、よかったよかった、じゃあちゃんと現場来てるじゃん、今度は現場に行く、今度は今度行こう、うん、うん、来る気ないでしょ、なんだそれ、行こうじゃないから、いやいや、行きます行きます、はいはい、怪しい怪しい、続いてはね、これはもうほんとみんな知らないと思うんだけど、うん、ギャラクシーさんね、これ、はい、ギャラクシーさんとスピンズさんの衣装合わせにね、実は我々神宿この前行ってきました、行ってきましたよ、はい、あのこのギャラクシーさん の, あの衣装合わせはですね、うん、あの1月30日ね、ちげえよ、1月31日の神が宿る場所神宿×ギャラクシーのコラボのライブがありまして、それで着るギャラクシーさんの洋服のその衣装合わせがあって、そうです、ちょっとね、好きな洋服をみんなで選んできたっていう、もう超楽しかった、なんかこういうの初めてだったよね、ねえ、行って探してみたいな、そう、なんかギャラクシーさんのお店みたいなところに行ったんですけど、もう雰囲気が半端なくて、めっちゃ可愛い、なんかもうザ・原宿、うん、ね、ちょ、セーラームーン置いてあったじゃん、セーラームーンが置いてあったんだそう、ね、なんかね、ちょっとね、ウキウキしたね、なんか女の子だなと思った、うん、みんなで洋服選ぶのなんか ね、そうそう、楽しかったけど、取り合いがね、ちょっとね、あったよ、いや、これナホが使うからそう、ナホがすごいね、すごいね、なんか取るのよ、絶対にもう入った瞬間決めたのがあって、ナホは、うん、だからもうこれはナホのだから、メイがそれを合わせて、あ、これも可愛いかもって言って、いや、これナホが着るからなんかね、あったね、最終的にさ、ひながさ、取ったやつを奪って奪ってたね、優しいからさ、ひなは優しいから、いいよ、いいよって言っちゃうの、なんか、なんか甘やかしだから、マジで甘やかしてくれた、ひなが、そう、ガキだな、いいの、いいの、でもまあ、みんなね、いいのがね、そうそう、そう、そう、だから、そう、ぜひともね、31日はちょっとね、お披露目が楽しみ、見に来てね、みんなね、そう、で、次にね、このスピンズさん、うん、おスピンズさんの衣装合わせは実は明日、明日のライブの、はい、アイコンドールラウンジでのファッションショーで着る、うん、そう、そう、衣装のね、合わせがあったんですけど、ありました、そう、実はね、ちょ、これ言っていいかな、神宿のカラー、それぞれのメンバーカラーの合った衣装なんですよ、うん、そう、入ってるんだよね、黄色とか緑とかね、ナッピーが面白いの、ね、いや、でも、ね、似合ってるんだよ、でもあのなんか一言なんかね、その着させてくれる方がいたんですけど、うん、その人がなんか着た瞬間にどうって出てきてわぁ、モテるモテそうそうだったけど、嬉しかったよ、そうだったけど、でもナッピーにしか多分ね、似合わないと思う、あれでもね、ミキが来たら大変なことになりそう、ミキもなかなか、でも新しい感じだったよね、あ、ミキのもなかなかすごかったね、うん、すごくもないけど、うんうん、全然着ない感じの雰囲気、なんかね、急に老けた感じ言わないで、そこまではもう若々しい洋服着てらっしゃる、分からん、明日若々しくなるかもよえ、でも新しくてね、新鮮だったよ、みんな結構なんかそう、みんななんか違う感じだったよ、ヒラプはまあちょっと、あ、これ着てそうだなっていう感じだったけど、それ以外がね、すごいなんか、そう、
結構、ね、違う感じだったね。ね、いい感じ。面白い。一夜でも、うん、その洋服、そのファッションのままで外練り歩いたら、うん、もうなんか囲まれて写真撮られそうなぐらいやばいおしゃれだった。なんか本当にね、そう、ちょやばいな。やばいおしゃれ。やばい。本当に迫力が半端ないので、ね、ぜひね、うん、ちょっと。ね、まあ、来れない方はツイッターでの、ね、写真とかもあげるので、ね、ぜひチェックしてくださいね。チェックしてね。お願いします。はい。はい、じゃ次はね、うん、アイドルお宝くじ。おおお、これはもうこの前ね、ちょっとね、うん、まあ、収録といいますか、はい、ライブがあったんですけどね。うん、そう、いや、豪華なメンバーだったんですよ、実は。そうなんですよ、出演者の方が。もういや、あれ、ああいうなんかそう、なんかすごいな、M ステみたいな感じ。そうそう、そういうなんかすごい緊張する。マイク白かったし、そう、マイクが白かったの。白、なんか白、もうテレビで見てるマイクだった。そうそうそう、もうなんかそう、テレビスタジオでのその歌うっていうのがすっごい初めてで、うん、めちゃくちゃ緊張した。でもめっちゃ楽しかった、ね、そう、楽しかった。そう、なんか来てくださった方、うん、みんな知らない方も一緒に乗ってくれて、うん、あ、なんか今日めっちゃ楽しいやんって、うん、緊張あっという間にほぐれたんですよ。なんかでも初めて出させていただいたので、神宿にとって、そう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 、出れなかったから今まで、すごいなんか、ね、いい経験だったよね。まあね、これから放送されるんだよね。そう、これから放送されますね。今日の夜中かな。あ、今日の夜中。そう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 、今日のね、26時50分から27時20分、うん、おお、起きてられる。そう、6月かそうで、実はみーにゃんがね、ちょっとね、そうそうそう、ある企画の代表で、ね、代表で選ばれて写真をね、そう撮る企画でね、ライブ中のね、奇跡の1枚っていうのをね、そう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 、それでね、ちょっといろんなアイドルさんと競うんですけど、うん、まあ、結果はまあ、放送までのお楽しみということ で、 そう、はい、皆さんぜひね、見てください。見てね。はい、そして最後、はい、引っ越し侍柿の種の CM が放送開始。イエーイ。これも一ノ瀬美香さんですね。はい、ね、緊張しましたよ、はい、まず最初、引っ越し侍、はい、これ実あれ、うち覚えて歌、あ、ちょっと引っ越し侍、引っ越し、あ、ちょっとやめとこ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 、覚えてないっけ、ちょっと、あのヒラプが変わるのよ、置いとこ。そうなんですよ、これね、さ、もう荒いすぎ頭に残るよね。まあね、まあね。歌うまいっていうか、なんかそう。頑張ったよあれ。謎の美少女。うん、もう何？引っ越しなんてないから。邪魔すんな。そう、なんか。忘れてるちゃんと。どうぞ。もう喋るのが本当、君のせいで流れがもう。はいはいはい。そう、なんか謎の美少女っていうことでね、最初な、名前なしでね、ちょっと出されてたんですけどね。うん。そう。でもみんなもう気づいてたけどね。なんかね、そうなんだよね。そう。ね、どうだった？いやー、あの時はね、うん、あのピンクの衣装着たんですよ。ね、すごいなんか違和感あったよね。そう、そう、あれピンクなんて人生であのピンクの衣装着たの？ジュリプリだって。そう。でもな、なんだろう、違和感あったけど、まあ似合ってたっちゃ似合ってた。うん、そう、うん、似合ってた。ピンクって言われればもうピンクに染めるしかなかった心を。心心ね。ピナップの気持ちになって。痩せるピンクになるから。そうそうそう、なんかね、結構全国かな、うん、全国で放送されてるし、 YouTube にも上がってるので、ぜひ皆さんチェックしてください。チェックしてください、はい、あと柿の種、そう、柿の種の CM も実はね、うん、あれ全部パクって言う、これもう何回も見た。実はこの前あのテレビで、あの、うん、ゲック、ゲック見てたの。ゲック見てて、あの有村架純さんの、 あるよね、はい、ね、そう、それの番組のあの後の CM で流れてきて、流れたじゃんみたいななって、ね、そう、あれママが一番最初に反応してたもん。マジで？うん、そう、おー、多分ゲック、また来週のゲックに流れる可能性大なので、皆さんゲック、ゲック、ゲック見てください。見てね。そう、あと YouTube も載ってるかな？そう、載ってるのでぜひね、そこもチェックしてください。お願いします。はい。お願いします。ということでですね。ほら見て。はい。わ、え、もう1000人超えた。1049人の方が。今回早くない？だってなんか今日大丈夫、ヒラブはここにいますよ。早いね、今日バーって。
すごいね。柿の種今チェックしたわだって。ありがとうシカゾー。みんな大好き。並木さん、並木スエッティさん、ありがとう。違うよ。違うよ。ありがとう。ちょっと待って、ゾリムシ君。待って、読まないでいいよ。読まないよ。取った。今度いいタイミングだね。今度干すからな。干すぞ。東京タワー投げたいけども、投げてくれ。ぜひ投げてくれ、ともくん。あ、そう、今やってるんだよ、うちらほら、あの、そう、支援ゲージ。そうそうそう。アバター欲しいです。そう、あの支援ゲージが全部埋まると、あの我々神宿のオリジナルアバターがね、できますので、ぜひ皆さん、星やらアイテムいっぱい投げてください。お願いします。お願いします。そしてスペシャルゲスト、ゲストじゃない。ゲストはいないよ。スペシャルギフト。大丈夫あなたにも。モンガーさんが。あ、モンガーさん。お持ちよ。お持ち10個も。ありがとうございます。ありがとう。いいね、季節に沿ってる。あれ、右から2番目ヒナップ。右から2番目だよ。こっちだよ。こっちだよ。いや、みんなから見たら。みんなから見たらそこまでほら、あれや。さっき見たのが、うん、あれナッピー、あ、違う、ナッピー痩せてるって来てた。いや、それはもう。嘘じゃない？ナッピーに疲れた体型だもん、これ。てかあの、え、なんか、今日ナッピー休み。ねえ、なんで今日こんなナッピー、ヒナがいないとナッピーいじりになっちゃうんだね。確かに。そうね、みんななんかディスるの大好きだね。うん、とりあえず、あの次、ナッピーがこれで、まあ休むとするよ。うん、次は私になると思うから、休まらないように頑張るね、ちょっと。休もうん。休むのよ、ちょっと。休まない。はい、ということでね、いろいろとね、動きがあった神宿ですがね、うん、ワンマンで告知があったように、うん、2月6日の午前0時公開予定の映画、うん、マックス・ザ・ムービーのエンディング曲も絶賛制作中です。イエーイ、楽しみ。はい、実はですね、あのこの前ね、あのその曲が届きまして、うん、はい、そう、みんなもう聞いたと思うんですけど、うん、どうですか。聞いたよ。いや、ガチ感あるね。うん、びっくりした。なんか私が思ったのは、うん、わ、これ男性の人が歌ってそうっていう曲なんだ。あ、そう、なんかあのね、女性っぽくない、すごい男性のアニメの人が歌ってそう。アニメの人、なんか、うん、こういう人、なんこういう人、あれだ、そう、なんかドラム系、メイクしてる系の人、うん、なんていうんだろう、あの、うわ、ヨーじゃない方の男、メイクが濃い人たち、そう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 、なんか、ゆって人、メイクが多い人、そう、ビジュアル系、そう、それが言いたかった。めめしくてめめしくて、そう、それが言いたかった。そっちね、そう、そういう、なっちゃ、なんだこれよ、何がバンド系みたいな。あ、そう、そう、なんかもうね、とりあえずかっこいい、うん、けどかっこいい、今までの曲で一番難しい。難しい、ね、一番難しい。なんか言葉も難しいっすね。うん、そう、声もね、多分ナッピーは半分以上理解できない。だから一緒にいっぱい弾いてね。本当に難しかった。あのね、うん、うちね、英語が読めない人なの。あ、そう、英語が入ってて、そう、英語が入ってて、まあ、英語なら、まあ、ナッピーがちょっと頑張ってくれるかな。まあ、発音いいから余裕なんだけどね。え、ちょっとなんか言ってみてよ。グッドモーニングって、ね、自己紹介。Good morning, I'm Naho. Hello, everybody. Yeah. めっちゃ悪い。多分めっちゃ悪い。こんなに聞いたらなんかこんなに気持ち悪い R の発音だった。嫌だ。無理無理、みんな笑ってますよ。ウェイとか言って、こんなに、そう、あ、え、東京タワー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 、初めて、ね、あ、やば、初めてだ、初めてだ、え、君が初めて、ちょっと待って、トモ、トモやってくれたな、ありがとう。え、初めて、初めてだよ、初めてだよ。え、もらったことないよ、東京タワーなんて。いつも、いつもクマさんとか、ごめん、なんか、ありがとう、トモ。あ、でもクマさんもらっ、お財布大丈夫、クマさんもある、お財布大丈夫、確かに、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、すごい、今、初めてだよ、今ので熱くなっちゃった。え、どこにある、東京、あ、端っこにあった。なんで見てないの、ん、どこどこ、あれ、あ、端っこに立ってる、え、かわいい、立つの、これ、やばくない、これずっと立ってる、そう、立ってる、立ってる、え、これ真ん中で、次回も立ってる、うん、次回も立ってる、マジかよ。あ、スクショしたい、めっちゃスクショしたい、後で写真撮るか、これで、うん、撮ろう、え、これすごい、みんなスクショ、いや、それは急に決めんの。ミキ今すごい顔してたわ。やばいね、嬉しい、ともくん、ありがとう、ちょっと本当ありがとうね、ともくん、ありがとうね、すげー、 Thank you。
ごめん、なんかひなぷーマジごめんな。ひなぷーにもこの思い味わわせたかったね。ひなぷーが一番リアクションでかいから。わーって言ってる。やべー、負けたの。変わってしまったんですけど、はいはい、まあ、だいたい新曲のね、まあ、そのマックス・ザ・ムービーのエンディング曲のね、うんうん、まあ、イメージはちょっとなんかうちらの言葉じゃちょっと伝えづらいと言いますか、分かりづらいと言いますか、うん、あ、でもね、もうすぐなのでね、うん、公開がね、すぐ皆さんぜひ楽しみにしててください、はい、そして絶対見てくださいね、見てねー、へい、ということでね、はい、今回はねちょっと、うん、まずここでコーナーをしたいと思います。おお、何、ついに来たか。はい、今回はねちょっとみんなで曲こ噛みすぎ2、1、曲紹介したいと思います。曲紹介、はい、なんか、はい、例えば、うん、なんか、なんかよくさあるじゃん、曲紹介っていうさ、よくライブとかでさ、はいはいはい、それでは聴いてください、ほにゃほにゃほららら、神宿で原宿戦隊神宿レンジャーみたいな感じの、わかる、なんかさ、ね、曲の前になんか言うじゃん、うん、例えばなんかベイビーレイズさんとかだと、うんうん、それでは聴いてくださいベイビーレイズ、始まりの曲ベイビーレイズでベイビーレイズみたいな感じの、ベイビーレイズさん最近好きなの、マジ好きでもうちょっと誰推し、え、真夏ちゃんです。おお、おお、一度、おお、ちょっと憧れかな、真夏ちゃん。素敵な歌声よね。そう、すごい、もう好きなのよ、あのまっすぐな歌声で、まっすぐな表情。語り始めたらやばそうだね。はい、ということでね、ちょっとね、ここでみんなでね、そう、なんか今回はね、そう、そういう感じでお題が決まってて、今回は、あ、何ですか、今回のその曲紹介のお題は原宿戦隊神宿レンジャーで、ちょっと曲紹介考えていこうかなという、でこれをちょっと書き終わって考えたら投票するので、うん、お投票ね、今日投票あるよ、はい、みんな今日投票ありますよ、皆さん、ぜひ誰が一番あいいなって思ったか、そうそうそう、ちょっとみんなで考えて投票してください。それではちょっと考えるシンキングタイムってやつですか、はい、シンキングタイム、シンキングタイムスタート。曲紹介しよう、いつもメイリーがやってるみたいな、そう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 、それになんかちょっとアレンジ加えちゃうみたいな、おお、原宿戦隊神宿レンジャーだからそれっぽい、わかる、間違えた、かっこいいやつ、かっこいいとか、まあいろいろ自分なりのね、なんかこれといえばこれでしょうみたいな、原宿戦隊神宿レンジャーと言ったらこれでしょうみたいな、これね、ちょっとね、私はもうね、ちょっとすごい、もうパッと思いついてしまった。みんなもう考えてる系？うん、もうね、やっぱこれっしょみたいな。よし、私はもうできた。間違えた、漢字間違えた。漢字書くの、ナッピーが。え、漢字書くよね。あ、みんな違うか。そうだ、漢字書くよ。あ、原宿戦隊間違えたの？違う、原宿をハラハラって書いてた。なんでそうなる、ナッピーってなんかね、漢字を作ってしまいますからね、ちょっと怖いっすね。あれになれるか、漢字作る人、漢字作る人、私も前でも漢字めっちゃ作ってて、めっちゃ お父さんに怒られたもん、同じやん、それそう、なんかみんなもね、よかったら見てる人もね、なんか考えてくれちゃってもいいよ、なんか俺こういうのいいと思うよとか、なんかセンス良さそうなんで、なんか意外とね、うん、みんなの方がね、メイリン漢字間違えないぞ、見るな見るな、カンニングがいるぞ、カンニングがいるぞ、大丈夫、先口って言われて、大丈夫だわ、え、ちょっと結構センスあるから、こういうちょっと待って、あ、じゃあもうそろそろで締め切りをしたいと思いますのが、やっぱやめた、やめちゃった、え、ちょっと間だけ、ちょっと、うん、ちょっと、あ、でもいいよ、結構長い、みんななんかいいのあるか、見てる人、はーい、はーい、お、またギフト増えてるよ、お、お餅が来てる、クリキントンさん、トモさんまたお餅くれた、お、ありがとう、ありがとうね、トモくん、ナッピー見ました、ナッピー見ました、見ちゃった結構大丈夫なの、え、みんなちょっと考えられない感じ、
わ。じゃあ後でみんなうちらの回答に文句言うなよね。これいけちゃうから。うん、いや素晴らしい、中学生やるな。ミカチンかわいい。ありがとう、ね、ありがとう。ミカチンかわいい。ナッピー言っとった、また同じこと言ってる人いるし。ナッピーが敵、原宿戦隊神宿レンジャー。確かに合ってるけどね。確かにね、合ってるけど。ナッピーは敵なんです。ちょっと待って、え、ちょっと待って、今のちょっと似てるわ。はい、では終了。あー、嘘やん、取られた。はい、ということでじゃあミカチンからちょっとね発表していきましょう。どうぞ。はい、いきますよ。せー、1月6日の何か気になっちゃった。じゃあはい、せーの。原宿を守るのは私たち5人しかいない。神宮前原宿合わせて神宿で原宿戦隊神宿レンジャー。原宿戦隊みたいな感じ。はい、ちょっとやべ、ちちちちのさ言うところ完璧だったよ。うまいでしょ。似てる、はい、どうすか。え、うちね、いやでも、うん、ちょいに、うちね、うちもね原宿を守る的なのを書いたの、はい、やめてよかった。やめたんか。ちょっとこれいいセリフちゃったんじゃない。うわーマジか、うまいね。ほらみんなすごいうまいとか。なるほど、正解って言われた、うん、あ正当派か、うんうん、でも結構いいね、はいはいはい、ちょっとね、あのやっぱ勢いはよくつけない。はい、確かにね、ナッピーでちょっといいの。ナッピーね、ナッピーね。じゃあナッピーいきますか。なんか緊張してたぞ、変な。いやでもちょいちょい曲紹介やってるからいけるよ。せーの。原宿初のアイドルだけじゃない戦隊ものにもなっちゃうぞ。原宿戦隊神宿レンジャー。おお。いや、王じゃなくて、よくない。いや待って、原宿初のアイドルだけではない。どこ初なんだよマジで。え、だから原宿初なんだけど、うん、原宿初っていうくくりだけではなく神宿は戦隊ものにもなっちゃうぞみたいな。アイドルだよ。長いし、なんか営業っぽい。なんかいいのよ、私たち原宿初ですけど戦隊系も行きますよみたいな。え、なんかさ戦隊ものわかるわかる、戦隊ものってさあんまやってないじゃんアイドルさん。確かに、でも神宿はなっちゃうぞ。てか長いって言われてるし、ナッピー太ったって言われてるし。今みんなそこ今見て、ここちょっとダメ。投票で1位取ったことないから本気で挑んだんだけど。悲しい。え、ちょっとみんなのあれ投票でね、ちょっと決めよう。みんなお願いします。はい、じゃあ次ミーニャ行きましょう。せーの、みんなでナッピー星人をやっつけよう。変身原宿戦隊神宿レンジャー。ちちちち自分で言うた。そこからうまいの。うん、まあまあ、まあ、変身使うのはいいかもしれない。確かに、でもなんかコールライブ中のコールでなんかナッピーが悪者になるところでみんなでナッピー、うん、ナッピーっていうの、そういうのではなんかちょっと一緒に倒すっていうか、でもあれちょっとナッピーを応援する感じしないってことはみんな敵ってこと。いやいやいや。みんな仲間だからそこはもうなんかナッピー応援してるんだろうけども、そこは敵でなんかやっつけようとしてるみたいな感じで捉えた方がいいと思う。そ、ね、の変身は自分のパートだから覚えてるんだろうな。そこか。はい、なんかちょっと黄色で見づらいけどみんな見える。ごめんね、黄色意識高いもんで。はい、まあ違う路線で来たということで。確かに新しいね。これも一緒なの。ごめんマジ。どれ。ハテナみたいになってる。あ、もうびっくり。びっくり、まあ。そうそうそう。やばい、ちょっと私ダメかもしんない、これ。なんだと？ちょっとシンプル。いや、もう珍しい。ここまで上がってきたから。いや、もうシンプルすぎるよ。ここまで上がってきたから。ちょっとこれ、書き直すぞ。どうぞ。どういう風に言おうかな、じゃあ。ちょっと、なんかシンプルすぎるから言い方変えるわ。どうしよう。何がいいと思う？なんか、え、パオ、いつもやるパオみたいな感じで。そうそうそう、パオで行きなよ。マジで？マジで？このノリで行くの？もうやだよ。やだよ。ライブじゃないのに言うのきつすぎる。ライブで言えるのよ、あれは。ちょっと、それでは行きます。みんなの可愛いを守ります原宿戦隊神宿レンジャー。おー、なんか、なるほどね。なんていうんだろう、安定感があるよね、やっぱ。大丈夫、普通すぎる。普通って言われてる。しかも桃かき譜の人。多分ね、これ普通って感じるのはいつもメイリンが言ってるからなんじゃないかな。てか、もう闇。闇言わないで。闇でも、うん、あれじゃん、ほらなんかでも似てるっちゃ似てるけどさ、確かに、ね、原宿守るとかなんちゃらなんちゃらとかいう可愛いだから私は。
可愛い、みんなの可愛いだから、あの分かる、ね、でもあれ範囲が広いのよ、分かる、原宿限定じゃないの、分かる、ここ、ここ大事、ここ、可愛い、いただきに来てるやつもいるからな、そう、いただきに行っちゃうからね、どうこれ、でもこれだったら全然ライブでできると思う、うん、でしょ、うん、これだって自然かわいいだよ、かわいい、みんなのかわいいだから、みんなだから全国各地の女の子男の子のかわいいものだよ、正義の味方、そうや、どうや、髪型ありだしね、全国の味方です、はい、だよ、素敵な人間だ、これ素敵な人間だ、素敵な人間だ、書き直したか、見やすいかな、この方、あ、書き直したんだ、本当の、書き直したんかい、ね、素晴らしい、はい、ということで、じゃあね、ちょっと不安なんですけど、この本当に誰がなるかわからないわ、え、これ多分今回ミキだな、え、これ本当に優勝した、いや、ナッピー一番ないんだけど、ね、本当に1位になってみたいな、じゃあちょっとね、ここで投票していきたいと思います、皆さん投票どうぞ、てぃ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 、どうだいこれ、お願いします、みんないいと思った番号にちょっと投票をよろしくお願いします、せーの、 K M5 G 2番全然見えない、2番少ない、僕はいつなんですか、 M 4番が Y D K M Y D、はい、それではそろそろ締め切り、締め切りをしたいと思います、3秒前、3、2、1、すごいね、はい、終了です、ということで結果出ました、2番が4位、あ、3位が3番、2位が4、あ、4番、あ、まあそういうことだよね、1の瀬、イエーイ、やった、くそ負けた、え、でも割と僅差じゃね、てか2位いつもやばい少ないぞ、なんかかわいい、いつもやばい差でさ、ビリなんだよね、全然あれいつもビリじゃない、いつもビリ、本当にだから1位取りたい、しかもなんか極端にビリだよね、うん、いつもいつもこれで心がやられる、なんかさ、もうちょっとナッピーの強化月間みたいなのやる、これ強化月間、いつもビリだから、うん、みんなナッピーセンスがないとか太ったからだよとかもう太る、いや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 、それ関係ないでしょ、それ関係ないよ、いやもうこれはでもまあミカチンがいいということでね、はい、あ、でもメイリンも何気入ってない、結構それなのよ、入ってるね、うん、でミーニャンとあんま変わらない、変わらないよね、この3人あんま変わんないね、そうだね、はい、なんでだろう、はいはい、なんでだろう、なんでだろう、なんでなんで、多分みんな2番押せなかったのかも、いや押せなかったのかも、いやいやいや2番まで押せなかったのかも、もうただ単にね、あのナッピーのセンスがなさって、もうちょっと押さないでよ、ごめんごめん、はい、ということでね、ここでね1500人の方が見てくださってます、おお、すごい、ありがとうございます、はい、1500人の方にね、ちょっとね、原宿仙台神宿レンジャーのね、うん、曲振りを見てもらったんですが、はい、ちょっとこれね、うん、評判良かったらね、うん、ライブでちょっとやってみようかなって、やりましょう、いいっすね、ぜひともやりましょう、原宿仙台のね、神宿レンジャーの前にちょっと、あ、じゃあ、はい、一つずつやってみよう、一つずつ、ちょっと、え、一つずつできるの？1のものじゃなくて、いや、1のもの、あ、やる？やろう、いや、ナッピーのやりたくないじゃん、やりたい、そんなこと言ってやらないよ、もうやりたい、ヒーローヒーローなんか、あ、もうやるはめになっちゃったじゃん、はい、やりましょう、じゃあちょっと皆さんぜひライブでね、やる日があるかもしれないのでね、ぜひね、そこはチェックということで、チェックチェックチェック、はい、ということでね、はい、こんなね、うん、こんなこんなでもう番組も終盤の方に入ってしまいました、あ、早いね、はい、ということでね、ここでちょっと今後のね、神宿の活動予定をね、はいはい、じゃあミーニャンお願いします、はい、ミキ頑張ります、かまずに言いたいと思います、はい、言ってください、はい、うん、みんな聞いててね、いきます、はい、1月29日ん、何、あ、告知のこれ、そうそう、これないよ、あ、ないよ、言うやつだから聞いて、はい、はい、あ、これ何だっけ、今晩、あ、今晩だ、1月29日今晩アイドルお宝くじの放送があります、時間は深夜26時50分から27時20分です、明日30日はラフォーレミュージアム原宿で、あ、あ、息継ぎはしていいんだよこれ、アイコンドールラウンジライブの他にファッションショーにも出演します、はいはい、そして31日は表参道グラウンドで
腹あ神が宿る場所神宿かけるギャラクシーコラボライブ当日限定のコラボグッズもあるのでお楽しみに。はい、そして何だったの今の。ちゃんとカメラ見て言わないと。ほらお昼にはお昼には神宿原宿のグッズの購入者限定ライブ、みんな神宿グッズ来てください。その他にスケジュールの詳しい詳細は神宿公式ツイッターに載ってるのでそちらもチェックしてください。あの目線がね、うん、どこ見てた。うちカメラ見てないね。あ、ここだった。ミニニャンこうやって読んでる、こうやって読んでる。てかさ、思ったんだけどさ、息継ぎしないっしょ。できない、ミキ告知できないの。息継ぎできない。めっちゃ苦しそうだね。なんでなんだろう。だからすごい声が震えちゃうの。ああ、いつも震えてるの。ダダ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 ダ。じゃあもうね、ここはね、ナッピーにね、ちょっともう告知のね、手本を見せてもらおうか。ちょっと見たい、ナッピー。ちょっと期待してるから。じゃあね、じゃあミーニャンが噛まないでって言うなら、うん、今日いないひなぷーのモノマネをしながら告知をします。はい、これをやりますの。いきます。4月3日日曜日新宿レディにてアットジャムのアットジャムザワールド春のジャム祭りに出演することが決定しました。イエイ。出演者第1弾で発表されたのは神宿のほかアイドルネッサンスさん、チーキーパレードさん、リアナスイートさんです。先行予約も開始してます。みんなよろしくね。そして4月に開催される神宿透明版ツアーのプレイガイド先行受付がスタートしました。あのツアーでは美味しいものいっぱい食べたいな。以上。やばいね。これすっごい恥ずかしい。どうしよう。これはもう。どう？あのね、マジで。ヒナップポーズもちゃんと入れる。似てない。太ってるのは似てるみたいなこと言われてるよ。もうなんかね、太ってんの。ちょっとね、笑えない。ちょっと待ってよこれ。笑えない笑えない。笑えない。わかる。1600人以上。はい。ボートさん。めっちゃ見えるやん。うわ。これを見て本当申し訳ないです。本当に。申し訳ない。申し訳ない。まずヒナップの。ファンの方にも申し訳ない。謝ろう、ちょっとここで怒られてそう、はい、謝ろう、謝りましょう、こと、はい、申し訳ございませんでした。なんかあるよね、お笑い芸人でこういうえ、何どうもすいませんでした。それそれ今、頭に浮かんでこない。どうも、すいませんでした、ね、もうひどい、モノマネ下手くそ。最近お笑い芸人さんになりたくて。いやいやいや、みんな皆さん告知は頭の中に入りましたでしょうか。入ったかな、はい、これスクショした、スクショ、はい、スクショ、ツイッターのアカウントも載ってるから、ね、笑いすぎてちょっと気持ち悪くなってきたもんなんか。はい、あのチケットがねちょっと、皆さん見て左側の方に、ほらこっち、ほら左側の方に皆さんチケットの予約、こっちなのか、はい、ポチッとしたら簡単に予約できますのでよろしくお願いします。お願いします。ちょっとペタ痛くなってきた。大丈夫、大丈夫だ。やったやったよ。いやもうひどすぎた、ちょっとそれちょっとやったやった、怖くなっちゃった、怖くなっちゃったわ。ヒナプにも謝ろうね。ヒナプに怒られそう。はい、そんな感じで今後の神宿のね、あの活動予定も盛りだくさんなので、あの頑張っていきたいと思います。イエイイエイ、頑張ります、頑張るぞ。イエイ。はい、というわけでね、番組もねちょっと後半の方に近づいてきました、ね、ということで、はい、今回の放送皆さんいかがでしたか。どうでしたか。ナピどうだった。楽しかった。嘘つけ。なんか今日なんかめっちゃディスられまくって心やられた、ハートがパコンやられた。だからってヒナプーのさ顔ひどいよ。ヒナプーの声までひどすぎるだろ。ちょっともっと可愛く言ってほしかったな。結構頑張ったつもり、自分の中では。ナピのぶりっ子はそんなもんか。え、あの声真似が苦手で、メイとか結構声真似得意だけど、ナも苦手だから別にいいかなと思って。なんでだよ。グレたグレた、すごい指摘されて、太ってグレた、顔ひどい、すごい。これはもう見て反省しよう。ナッピーも反省します。頑張ろう、一緒にダイエット。うん、頑張る、はい、よし。みーちゃん逆にどうなのや。みーちゃんちょっと太ったの最近。みーちゃんも、うん、それは嘘。ほんとほんと、この野郎太ったんです。うんうん、お尻がお肉で。確かになんかミーニャンちょっと顔はね、顔はあんま太らないタイプ、うん、そうだ、顔だよね、下半身が結構ね、
頑張る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 、ね、ちょっと痩せよみんな大丈夫っしょ。ひなぷん巻き込んで、うん、ひなぷんは痩せ体型だからね、キャラだからもう、そう甘やかそっか、うん、甘やかそひなぷん、うん、まあ、だからうちだと食べない分ひなぷんにみんなやればいいの。そうだね、あそうだね、なんか一ノ瀬は太れよね、ミカはね、もうちょい太って、私もうちょっと痩せようかなって、一ノ瀬は太った方がいいと思う、本当に華奢になりたいってツイッターで言ってたよ。そう、華奢になりたいの。私華奢って読むんだ。そう、読めなかった。読めなくて、え、どうやって読むんだろう。華奢ってどうやって書くの。私関係ない、私も関係ない。華奢ね、華奢に書こうとしてんの。華奢って書くの、みんなはリプでいくら痩せてもさ、華奢にならないんだよね。いやいやいや、これ以上華奢になられたら神宿のアンバランスさがすごい、すごいのよ。え、でも華奢だよ、うん、もう十分華奢、もう十分。ちょっと私も華奢になるね。じゃあみんなで華奢になろう。華奢になろう。写真置いて1700人の皆さん、華奢になります。なるぞ、宣言しちゃった。やべやべみんなが見てるからね。やべ、いや一番可愛くなろう。やべっちゃ華奢、はい、やべっちゃ。じゃあみんなよろしく。はい、それでは今回も感謝の気持ちを込めてお名前を呼ばさせていただきます。はい、ですね、まず誰か見える、3位の方、3位の方、はい、と読める、3位、あ見えた、ひらがなだよ、なクリキントンさん、ありがとう、おめでとう、おめでとうございます、おめおめ。はい、それでは2位の方、待って、うち読めない、アーロンさん、あ、アーロンさん、はい、せーアーロンさんじゃない、せーの、アーロンさん、ありがとう。はい、そして今回のね、MVP ね、1位の方、MVP、せーの、トモさん、ありがとう、ありがとう。いやー、トモさん、トモさんやるね、今日のヒーローだぜ。嬉しい、でもみんなね、みんなもありがとうね、たくさんの星ね、ありがとうございます。ちょっとね、ゲージがね、やっぱたまった、ちょっと伸びたね、ちょっと伸びた、すごい、ありがとうございます。ちょっと頑張ろう、本当強いな。37万、37万、うん、よく読めるね、まあ、37万ぐらい、頑張ろう、頑張ろう、頑張れ、一個ずつだけどね、うん、そうだね、オリジナルアカウント使うためにもね、え、しかも今日すごくない、1800人超えたんだよ。おお、なんかすごい、すごい、なんで来ないの、ごめん、なんかひなぷいないのにね、そうだね、いない方がいいんじゃないのあ、し、それマジでもしかしたら見てるかもしれない、あ、ほんとだ、くっしゃけてる、すごい、でも本当は今日2000人のはずだったけど、ひなぷいないから2000人は見てないのかもしれない、そうかも、そうだよ、ひなぷいたら2000人出たってこと、次は 5人で2000人目指そう、うん、頑張ろう、そうやそうや、みんなでね、頑張るぞ、2000人、みんなツイッターでいっぱいやってね、拡散してほしい、はいはいはい、そういうことでね、はい、本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。次回の神宿って何でしょうは2月12日の金曜日19時からの放送となっております。はい、はい、じゃあなので次の放送もぜひご覧ください、ご覧ください。以上、私たち原宿発、せーの、神宿でした。